ウィーバー。ここから始まってここに終わります。ギリギリから。はい。あ、どうも現代忍者です。ニャンニャンビョンビョンということでね。はい、よろしくお願いします。今日も。タブちゃん。はいよ。見せたいものが、ね、あるんです。見せたいものがある。はい、オッケー、じゃあ見よう。はい。タクチャンネル。タブちゃん、これね、40年前の映像なんですよ。極真会館の人 VS、うん、大気圏の達人高木さんって方なんです。当時喧嘩空手って言われてて、極真が最強って言われてたんです。言われてたよね。すごかったね。あの時誰の挑戦でも受けてバンバン戦ってたもんね。総合格闘技とか、うん、MMA とかなかった時代なんで、極真が一番格闘技の中で強い、そういう認識だったんだけども、顔面なしルールですよ極真。でも裏でこういう大気圏と一種格闘技戦をしてたの、顔面ありルール、当時この映像が流れてたら格闘技界ざわついたと思うんだね。極真が最強って言われてる、で大山館長は極真こそ全てなので他流派の試合に出ることを禁止すると、極真の試合に他流派の人間が参加すること、そのくらい極真のブランドって言ったらナンバーワンだったのに、どれぐらいだったのか、すごいよね。不思議な構え方はしてるんだけど、最高の間合いの取り方はされてるよね。極真の方のローキックが当たらない間合いであり、手を前に出すことによって顔面に攻撃をさばける、本当に絶対領域みたいな戦い方されてる方だなと思うね。見てて目あり金的ありってなると、この領域ってすごい絶妙な、かわせる距離、この間合いの取り方ってのはすごいよね。今出ましたけれども、はい、大気圏の高木先生が言っているのは、自分の攻撃は当たるけれども、相手の攻撃が当たらない絶対領域の間合いがあると、で今日、この間合い知りたくないですか、知りたいね、絶対領域って面白い ね絶対領域の間合いを学びに行きたいと思います、今から今からそうです。僕、そのぎっくり虫になってるんですけど、大丈夫ですか、絶対ぎっくりでいいですか。やる前からそんな言い訳、視聴者は求めてないですよ。まあ戦闘術、ぎっくり腰でもやるべきだよね。そういうことです。そういうことですね。絶対領域を高木先生から学びに行きましょう。絶対行くよ俺。はい。よしよし、絶対行きたい。はい。ということで着きましたね。着きました。じゃあ、行きます。道場行こう。高木先生の道場に行きましょう。うん、はい、もう待ってくれてるんでしょ。はい。どうも。あ、先生もおられるわ。太田。失礼します。先生、失礼します。本日、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。大変だ。大変だ、先生。先生、高木師範です。じゃあ先生、本日、ご指導、よろしくお願いします。ご指導、お願いします。まず、大気圏とは何なのかっていうのを教えていただきたいなと思いまして。大気圏ですか？はい。先生、あれですよね、沢井先生が大気圏を作られたということで、はいはい、そうです。で、沢井先生が極真空手の創始者の小山先生とその兄弟であって、はい、そこから、お互い切磋琢磨してて、その空手の沢井先生がやられてたのが大気圏なんですよね。そうですね。この寄生塾の横に書かれている太い、太い気圏、はい、大気圏、拳を書いて大気圏。沢井先生の先生の高校祭先生が、まあ、大成拳、まあ本人は大成したとか言ってないんで、はい、名乗ってないんですけど、みんなが大成拳って呼んでた。高校祭先生ですら大成拳を名乗ってないのに、沢井先生が大成拳を名乗るわけがないということで、姓名、字を木に一字変えて、で大拳と。先生、じゃあまず大気圏の構えを手で高口にちょっと、はい、教えてあげてほしいんですけど、この脇を開けて顔の前で平手で構えて、はい、大気圏は利き手の向きに反対の手が補助で打つ、必ずつきません、打ちながらも必ずつきません。だから通常の縦とほぼだと横回転の動きなんですよ、はい、横回転の動きなんですよ、はい、体験は、
縦回転。縦回転なんですね。縦回転の動きになるんですよ。で、先生あれですか、最初の構えの形を崩さないって感じだ。あ、構え崩さないって、はい。こうで終わっちゃったり、それから、ここにも、これで終わっちゃうと、相手が倒れてくれればいいんだけど、この後、突き立てになっちゃう。はい。だから待機は上がらず、ここから始まってここに終わるんですよ。攻撃、攻撃、攻撃。すでに、常にこの構えに必ず戻ってくる。バンバンって戻ってくるんですよ。格闘技とか全てを守れば待機圏になるっていうのは、はい、そういった由来からですか、うん、そうですね。もう構えから何か全て。絶対ここで終わらない。ここで終わらない。リーチ。終わる。ですよね。だから空手というよりも中国拳法のこれ、あのこれに似てるような中国拳法です。中国拳法ですよね。中国拳法ですよね。特に空手の大山先生と切磋琢磨されてたという意味で、俺空手のイメージが強かったんですけど、今の先生の動きって完全に中国拳法です。そうです。むしろあの太極拳のこの間合いが入ってますね。沢井先生は立つ前だと、立前だという名前をつけて、はい、それもこれは、はい、そうですね。なるほど。先生、よく格闘技とかで脇締めなさいっていう、締めなさい、なぜ脇を広げるんですか。人間の骨格上の問題なんですよ。だからこうやる、これじゃダメなんですよ。軸があって、それにバンとこれがあるから、こう動いた時にこれは連動していこうかんですよ。つまり人間の体の構造上、脇を開くことによってエンドの力が乗りやすい、はい、じゃあ、はい、絶対領域の場合、そう教わりましょう、はいはい、先生よろしくお願いします、はい。こっちはいつでも届いて、向こうは届かないっていう場合がある存在するんです、はい、届かないっていうのは、有効だが届かないっていう、はい、そうですね、そうですね、だから、で、このぐらいまでない、こう、それで、こう、くっつくとするんですよ、そうですね、っていう、この時、足田は実際届かない。最初の距離だと、先生に当てられないんですよ。この距離で来るかなと思ったら、入ってくる瞬間が、動きが、彫りが分かんなかったんで、いきなりこう手が目の前にあって、うん、そんな感じでした。明日ここでもローキックってどうなの。いや、これですね、ナンバーね。で、うん、こっちで行こうとしても、で、前蹴りも多分届かないんですよ、うん、つまりやっぱ懐が深いっていうか、相手の攻撃がギリギリやっぱ当たらないところに先生はいるね、ずっと。先生、俺もちょっと構えさせていただいていいですか。先生の領域の方を。あー、確かにそうだ。蹴りとかが行きづらい距離にいるわ。で、多分ほんのちょっとでもこうバランス崩した瞬間、先生が入ってくるんです。はあ、じゃあ、たっちゃん構えた時に、あ、当たらないなっていうのは分かる。分かる。ちょっとやりづらい。うちらも戦闘術だから、手にを前に出すタイプなんで、はい、少し僕らも腰低くして、こう逃げやすくしてるんですね。そうです。先生とちょっと相通ずる匂いがあります。似てますよね。あ、それで先生、自分と少し似てるよ、戦いかなって言ってますね。だから最初お断りしたのは、この人とやったらとことんまでいっちゃうんじゃないかなっていうのが教師になったんですよ。そうなんですよ。先生とルノワールで会った時にですね、先生に最初お断りさせてくださいって言われたんです。とことんまで行っちゃうとどちらかが怪我するってことなんで、まあそうでしょ。そしたら YouTube で確かにもう流せないですよね。そう、だから先生に、いやいや、そもそも戦わないですからと。そうです。大気圏を学びに行きたいんです。学びに来てるんですから。再度頭を下げて、はい、今回の企画が実現したわけです。はい、先生から技を習ってアクションを生かしたいっていう思いで、先生の間合いとかを少しやっぱ知りたいんで、実際お願いします。はい、間合いをちょっと知りたいので。どう、ダグちゃん、すごい。この、ここに唯一触れれる先生、はいはい。確かに、蹴りに行こうとしても、太田、このギリギリの周りは少し届くっちゃ届くんだけど、先生の誘いがあるんだよね。ここにスッと行くと先生がもう一つの周りに入ってきそうな。本当にギリギリ届かない。届かないっていう。届かないです。ありがとうございます。ここ一歩踏み込むと行くんだけど、待ち構えてるから結局カウンターが飛んでくるなっていう前なんで。お互いの技かいっていうのがあるんですよ。ここまでは絶対届かないっていう前があるんですよ。恐怖を感じた人が技かいに到達する前に先に手を出してしまうんですよ。そうすると必ずそういう人は負けなんですよ。で、だから技かいまで絶対手を出しちゃダメなんですよ。
で今お互いにマザカイ入らなかった。入らないですね。だからパッと踏み込んでマザカイを超えた瞬間には今度は出さないとやられるんですよ。はあ、タケちゃんあれじゃん、戦闘術で先に手出したら負けって言ってたじゃん。だから、うん、実は剣術とかにも似てるよね、うん、我慢できず手出した瞬間に死が訪れる。本当ギリギリなんだよね。例えば、はいはい、ゆっくりです。先生に殴りたいなと、こういくともうこの前に目が入っちゃってる。こうなるとブザーンってなっちゃう。はあ、そうですね。こうじゃなくてかんないですよ。こうじゃなくてかんないですよ。こう入ってくるからこうですかね。はい、前に住んでる、うん、で、蹴りもそうなの。蹴りも先生のこの領域も入っちゃったらここ来るわけですよ。これって格闘技とは絶対違う、うん、格闘技ってのはやっぱりグローブの間もあるし、多少入っていってもいいっていう場合になっちゃうんですけど、試合できる方だとこの絶対前がすごいなっていう。でも戦闘術っていうか素晴らしかったですね。危ねえって感じ。先生は危ねえって感じ。タクチャンネルの何の映像を見て、あ、この間合いはってお気づきになったんですか。柔らかさで逃げるじゃないですか、はい、あれが似てるんですよ。これ書いても柔らかさでか、あの正中線をちゃんと外して、はい、あ、そうですね。で、これもこういう外し方じゃないですか。タッタンって、あ、あ、そうですね。先生、どうです、坂口はもう絶対領域の間合いを体得してるんですか。もう体得してから入らなかったんじゃないですか。あ、じゃあもうだから戦闘術を先生の絶対領域が意外になんか似てたのよ、うん、似てます似てます先生。私ね結構誘ったんですよ、はい、で彼も誘ってる、はい、そうですね。今もうそうやってお互い構え合ってるように見えがちだけれども会話があったってことですか。はい、会話がありますね。じゃあ1個だけでも攻撃をちょっと教わりましょうよ。蹴りをやっとかわしたのに、はい、まあ、また遠くなっちゃったんですよね。蹴られちゃったら、はい、ダメにもなるじゃないですか、はい、だからわざとね、はい、ぶつけるぐらいまでぶつけるぐらいまで行くとバーン入ってるんですよ。その時って先生あれですか、ある程度攻撃はもらっちゃう覚悟なんですか。私はね、はい、当てさせるんですよ、うん、本当当てさせたらスッてバーンこれで跳ね返すんですよ。沢井先生が内臓を相手にぶつけていけるんですよ。こうやった時に、はい、内臓をバーンってぶつけて、はい、はい、今もすっごい良かったです先生。この内臓を相手に当てに行くっていうのが、例えばこの蹴りもこうもらったり避けるんじゃなくて、この膨らむぞって行くのをやったんです。実は戦闘術もちょっと立て替えてるんですね。ナイフとかがあるんであんまりこの膨らむ攻撃で死んじゃうので、それはないんですけど、この盾とかは全然ありますね。すごく先生の体験にシンパシーを感じてます、はい、だから大気圏って触れた瞬間に勝負がつくって言われてるのはそういったところなんですね。そうですね、まあ、触れる前から仕組んでるのかな。 あと先生と喋った時にすごく僕の中で教わりたいなと思ったワードがあるんですけれども、はい、100回やって100回勝つのではなくて100回戦っても負けない術がある、これはどういったことなのかを最後ちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、沢井先生が野良猫を叩けたら一流だって言われたんですよ。野良猫は行こうとすると前から逃げちゃう、逃げちゃいますね。究極は野良猫を寄ってくるような気を温かい気を温かい気をっていうのは、格闘技と武術っていうのは、まあ、結構似てるようなところがあるんですけど、はい、ある部分は正反対なんです。格闘技っていうのは、まあ、ルールはありますけど、あの勝たなきゃいけないんですよ。でだからあんまり攻めないっていうとイエローカードになりますけど、武術は勝つことは二の次なんです。100回やって100回負けちゃいけないんです。例えば間違えてバーンと目を失ったらナイフで刺されて、俺もう一回明日来たら必ずやってやろうって言ったって失ったみたいなことなんです。そうですね、だから武術はね、勝つことは二の次なんですよ。英語しぶしやじゃないですか。いや、会ってみたら全然優しい、いや優しい気発車してますよ。優しい気で生きております先生本当に、はい、じゃあ先生あれですね、じゃあ、はい、100回やって100回負けないようになるためには穏やかな気を持つことで野良猫をスッとなぜれるように、はいはいはい、人間になれっていうことですね。常に優しい気を放って相手を包み込むってことなんですね。応用動画だね、だから先生がよく、ね、稲川先生もよく
だから本当に視聴者のみんなに伝わってるかどうかわからないんだけど、めちゃくちゃ今まで会ったら来た達人の中で一番優しい、本当に包まれてるっていうか、道場入ってきてるのもピリピリっていうよりもあったかい。でもその時点で俺は武術として先生にやっぱ負けちゃってる。先生の温かさにもう包まれちゃってる。自分の温かさで先生を包めるぐらいもっとこう鍛えたいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。短期間先生、今のこの先生さんに教えられてるんですか。先生すぐ構わないで俺がさ、いやいやいや気を走ってるんですよ先生、戦わないって言ってんじゃん先生、ぎっくり腰、結構俺がぎっくり腰だってそう、そう先生なんかではもう誠実だと思ってるから。はいはいはい、だからちょっとでもこうあると絶対料理の間合い絶対崩さないもんね。で、先生、俺ぎっくり腰なんで看板重たくて持って帰れないんですか。ぎっくり腰で良かったですね。けど先生、その生徒さんに教えられてますよね。大気圏ってちょっとこの体験とかあったらぜひやってほしいなというか、まず先生の温かさと人柄っていうのが今までの達人で一番あったかいです。で、技を見せてもらって説明されるとすごくしっくりきます。そうや、ちょっと先生口下手で普通の達人よりも教え方は下手なんだけどそうだ、本当に下手なんですけど、こんなにも素晴らしい俺は達人ってちょっと感動してるし、大好きなの今。ありがとうございます。本当に大好きだったんで、本当になんか行って学んでほしい。はい、概要欄に先生の姿勢館の、姿勢塾のホームページしっかり貼っときますんで、はい、皆さんね、気になる方はリンクの方をクリックして習いに行ってください。あ、習いに来てください、はい、いや本当に俺 もなんかプライベート先生のところ行きたいなと思って。いや本当に高木先生、うちの坂口ここまで言うことって本当ないんです。はい、俺こんなに褒めないです、うん、やっぱりビジネスや、ね、説明がうまい達人たちはどんどんそれでお金儲けができるじゃん、うん、けどこうやって口下手でその技だけでもう伝えることもできない、ビジネスもできないってなったらこうやって貧乏なところでこうなっちゃう。柴又の大豪邸だわ、ここ島田の大豪邸、柴又の大豪邸だわ先生の庭にある稽古場だわ先生。しかもお茶でもホールドしてください。じゃあ豪邸行ってお茶でも飲もうよ。このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。免許っていう言い方をしてる先生、これあれですか、免許改伝のやつですか。免許改伝ではないですけど、教師7段っていう、あ、大気圏先生7段っていうことで、はいはい、これは何になるんですか。まあ、免状ですね。免状、ただ免状っていうのは人がくれたもんですから、実力は自分でつけろっていうことです。だから先生道場とかにも飾ってないわけなんですね。あ、そうです。まあ喜んでしょうがないと。普通絶対こういう道場には飾るもんだと思うんですけど、先生飾ってないですもんね。いや、飾った方がいいかもわかんないですね。持ってきてもらったやつですけれども、はい、先生道場に飾ってた方がかっこいいと思うんですよ。あ、ありがとうございます。でもあえて飾らないの方がもっともっとかっこいいですけど飾ってほしいですよ、はい、先生だって出さずに素晴らしいことなんで飾ってほしいです。ウィーバー